やっぱり来てくれたわね。ほら座って座って、お姉さんがご馳走してあげるから。それなんですけど、食事は遠慮しておきますよ。代わりに話を聞かせてください。何よ、いいじゃない。それとも何、僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取らないぞってこと。俺は別に、おごってくれるなら喜んで。私も別に、菓子を作るのでなければ。まあそうね、常識の範囲内なら問題はないと思うけど。潔癖症なのはロイド君だけみたいね。硬いばっかりだと捜査官として耐性しないぞ。わかりましたよ。ただし酒はなし。それならご馳走になります。おいしい。かなり腕の立つコックがいるみたいね。なかなか美味です。しかしこんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって、こっちは仕事中なんだから。どこかでけじめはつけないと。はいはい、たくうちのリーダーは固いね。ランディさんが柔らかすぎるのではないかと。そうね、さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのに、どこかまとまってるっていうか、なかなかいいチームみたいね。褒めても何も出ませんよ。それより、旧市街での事件に関しては、さっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか。もし嫌だって言ったら。グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。お話をする機会も今日で最後になるでしょうね。嘘嘘、大気にしちゃやーよ。でもその毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。ええ、そうね。こっちは冗談だってば。パズルのピースでしょ、ちゃんと話してあげるから。まず前提として、あなたたち、ルバーチェって知ってる？な、その名前は。なんだ、二人とも豆鉄砲食らったような顔をして。ルバーチェ商会、クロスベル市で認可された法人に。そんな表向きは認可された法人を名乗ってるわ。だけどその実態は、昔からクロスベルの裏社会を支配している。マフィア、犯罪組織というわけですか。なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが、ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。有力者とのつながりもあるから、警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。そのルバーチェがどうかしたんですか。うん、それなんだけどね、最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいよ。どこか忙しそうっていうか、積極的に動いているっていうか、
それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど、マフィアが忙しそうに動いている。どう考えてもいい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのももしかしてそれと関係が。そういうこと。ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。何かあると思わないかしら。匂うな。なあ、プンプンする。二つの不良グループが同時に起こすのは難しいと思われていた二件の闇討ち。そこに新たな第三の容疑者が現れたわけね。でもおかしいです。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわざ闇討ちに。なあ、問題はそこだ。何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあっても、マフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。利害が絡むわけでもないから対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ。その場合自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうが。そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとバルドの二人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというとなんとなくお互いを認め合ってるような。ほら、鋭いじゃない。私の知る限りあのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのよね。もともとあの旧市街にいたのはバルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど、そこに2年くらい前あのワジ君がふらりと現れてテスタメンツを結成したのよ。当然バルド君たちに絡まれて締め上げられそうになったんだけど。ひょっとして返り討ち。そうそう、そうなのよ。ワジ君ああ見えて格闘術をやってるみたいでね、目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。あら、意外です。はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど。まあ最初は油断しただけで、その後は何度かやり合ってほぼ互角の勝負みたいだけどね。でもそういう経緯があるからお互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となるとマフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな。二人とも人望は厚そうだから手下の暴走じゃなさそうだし。そうなると私としたことがサービスしすぎちゃったかな。他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。それじゃまたね。我が道を行くって感じの人ね。でも彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。問題はどうしてマフィアが旧市街に介入してるのかだけど、これは難しいな。判断できる情報が少なすぎる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。
いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えるとその可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけど、そうも言ってられないみたいだ。そうね。そんじゃとっとと戻っておっさんを捕まえるとすっか。
すが皆さんです。おめでとうございます。ランクアップしました。特典の品もすぐにそちらにお届けしますね。お疲れ様でした。また。おお、戻ったのか。不良どもの喧嘩ちゃんと止めてきたのか。課長、それなんですが、少し厄介なことになってきたかもしれません。ああ、なるほどな。あの課長、そうだな、この件に関してはお前たちに全て任せた。え、あの、それはどういう。ここで引くもさらに突っ込むも判断は任せたって言ってるんだ。ルバーチェの件に関してもお前たちに教えることはない。全部自分たちで調べてみろ。そんな無茶な。俺がやめろと言ったらお前らは納得できるのか。え、マフィアの件に関してはそれだけ面倒くせえ問題なんだ。もし俺が上司としてまともな判断をするんだったらやめるとしか言いようがない。それでいいのかよ。いいえ。ま、ここで打ち切りってのはちょいと後味が悪いかもな。そうね、いろいろと知ってしまったし。同感です。ま、そうだな。何も知らない小僧どもが足を滑らせて大怪我でもしたら寝覚めが悪いしな。せめていいアドバイザーをお前らに紹介してやろう。いいアドバイザー。グリムウッド法律事務所。あれ、どこかで聞いたことがあるような。西通りにある法律事務所だ。イアンっていう名前のひげ面の弁護士先生がいる。ああ、あのパン屋の裏手にある。そういえば俺も前いた時何度か挨拶くらいはしてますね。私も聞いたことがあります。確か企業や貿易商などの法律相談をしている先生ですよね。その一方で市民の法律相談にも親身に乗ってくれるという。ああ、クマみたいなヒゲ面してるからクマヒゲ先生なんて呼ばれている。あの先生ならマフィアについてかなりの情報を持っているはずだ。ひょっとしたら警察も知らない最新情報なんかもな。それはすごいですね。何者だよその先生は。ま、会えばすぐにわかるさ。前に俺が会った時に特務支援課のことは話している。お前たちの身分を明かせば話ぐらいは聞いてくれるはずだ。この機会に挨拶しとけ。わかりました。西通りならすぐ近くだ。とにかくその法律事務所を訪ねてみよう。ええ、わかったわ。グリムウッド法律事務所。ここがそうみたいね。ああ、その先生のことも何度か見かけたことがあるよ。そんな偉い先生だなんて思っても見なかったけど。それでは先生、今後ともよろしくお願いします。まあそれはいいが、しか
し、君たちのところはもう少しなんとかならんのかね。少しは市民の気持ちというものをだね。市民の人気取りが仕事ではありませんので。それでは失礼します。お前たちは、何か。なるほどな。セルゲイさんが飼い始めた子犬どもというわけだ。え？そのバッジ、あなたもクロスベル警察の？私のことはどうでもいい。どうやらイアン先生を訪ねてきたようだが、くれぐれも余計な時間を取らせるんじゃないぞ。お前たちのような役立たずと違っていろいろと忙しい人だからな。なんだ今のは。どうやら本部の捜査官みたいだけど、いたけだかな感じですね。しかしあのメガネ、随分とやるみたいだったぞ。左脇のところにでかい獲物を吊るしてたな。そうなのか。よく気づいたわね。私もセンサーで感知しました。大型の軍用拳銃。その…ああ、多分そうだろう。はあ。二人ともすごいわね。たまたまさ。それより、その先生を訪ねなくてもいいんですか？ああ。忙しいところを悪いけど、挨拶させてもらおうか。おや、忘れ物かね？おっと、これは失礼した。グリムッド法律事務所へようこそ。いや。いやいや、遠慮することはないよ。まだ若いようだが、借金などで困ったことでも？それとも仲間を集めて事業でも起こしたいのかね？何でもいい。ドーンと相談してくれたまえ。いや、そのですね。なんかすごい精力的なおっさんだな。この人は熊ひげ先生ですか？噂通りの方みたいね。おや、よく見れば君か。どこかで見たことがあるな。確かこの辺りに住んでいた子じゃなかったかね。覚えててくれたみたいですね。ええ、3年くらい前に近くのアパルトメントで暮らしていました。改めまして、ロイド・バニングスと言います。おお、そうか。道理で見覚えがあると思ったんだ。そしてガイ・バニングスの弟さんか。はい。ひょっとして兄のこともご存知だったんですか？ご存知も何も。どうやら事情があってきたようだね。こんなところで立ち話もなんだ。座って話をしようじゃないか。そうそう、一応名乗っておこうか。私の名はイアン・グリムウッド。この法律事務所で弁護士をしている。なるほど。君たちがセルゲイ君の言ってた特務支援課の新人だったのか。そういえば最新のクロスベルタイムズも読んだよ。
着任早々、なかなか頑張ってるみたいじゃないか。なんだか散々なことを書かれちゃったみたいですけど。しかし、そうか、あのガイ君の弟さんが警察に。なんだかこう、エイドスの巡り合わせを感じるね。あの、先生と兄はどういう？なあ、今の君たちと同じくたまに情報交換に来てくれたんだ。もっとも彼は非常に優秀な捜査官だったからね。逆に私の方がいろいろと助けてもらったくらいだよ。ちょっと待ってください。ロイド、あなた捜査官のお兄さんがいるの？なんだよ水くせえな。そんなこと一言も聞いてないぜ。ごめん、つい言いそびれててさ。それにもう亡くなった人だから。仕事中に殉職したんだ。ちょうど3年前になるかな。そうか、それでお前しばらくこの町を離れて。ガイ君のことは残念だった。私も個人的にあの事件のことは調べてみたこともあったが、残念ながら手がかりすら見つかっていない状況でね。そうですか。いや、今は兄のことはいいんです。それよりも先生、事情は先ほど説明した通りです。ルバーチェについて何かご存知のことがあれば教えていただけませんか？ルバーチェか。彼らにまつわる黒い噂は多い。帝国と共和国にまたがる密貿易、商品売買にミラーロンダリング、両兵団の斡旋や武器の密売まで、そのどれもがクロスベルの特殊性を利用したものといえるだろう。クロスベルの特殊性。近年ますます盛んになっている貿易業と金融業の発展、それと反比例するかのように脆弱極まる政治基盤ですね。そう、このクロスベル自治州の政治基盤は極めて弱い。多くの政治家は帝国派か共和国派のどちらかに属しており、利権を貪る者が多いんだ。そしてマフィアの暗躍を取り締まる法案が出されたとしても、彼らと癒着した議員に潰される。なんだそりゃ、本当なのか？残念だけど本当よ。ルバーチェの利権とつながっている議員は相当多いと言われているわ。おそらく警察が動けないのもそれが最大の理由でしょうね。大人の事情ですか。それではルバーチェは実質上犯罪を起こし放題なんですか？いや、さすがにそれはない。あからさまな犯罪を放置すれば市民や周辺諸国も騒ぐだろうし、今のところは市民生活に直接迷惑はかけない一線だけはルバーチェ側も守っているようだ。逆にその一線を越えなければ何をやっても警察は動かない。そう鷹をくくっているところもあるみたいだね。そこまで。なるほどな。活気ある華やかな都市の裏側に地味猛烈のうごめく影ありか。機密レベルの高い情報をチェックしておきたいですね。まあ、ルバーチェの基礎知識はだいたいそんなところだが、しかしここ最近少し風向きが変わってきていてね。
どういうことですか？これはまだ警察の方でも掴んだばかりの情報らしいが、最近どうやらルバーチェの対抗勢力が現れたらしいんだ。それもかなり強力なね。対抗勢力？まさか遊撃士協会ですか？いや、対抗勢力といっても悪い意味でだよ。ハルバード共和国の東方人街に一大勢力を構えている組織、その組織がこのクロスベルに進出し始めているらしいんだ。本当ですか？以前からそんな噂はあったが、どうやら事実だったらしい。組織の名はヘイユ。そしてつい最近、クロスウェルの港湾区にできたのがヘイウェ貿易公使という。ヘイウェ、いかにも東方風の名前ですね。しかしマフィア同士の抗争か。こりゃ不良同士の喧嘩どころの騒ぎじゃないぜ。幸いにしてというべきか、まだその抗争そのものは表立っては始まっていないらしい。しかし近いうちに何らかの形で暗闘が始まるかもしれない。警察の捜査一課などはそれを警戒しているようでね。捜査一課って、もしかして先ほどこちらを訪ねていたメガネの男性は？ああ、捜査一課に所属するダドリー君という捜査官だ。ちょうど今話していることと同じような話をしに来たのさ。そうだったんですか。ロイドさん、どうしたんですか？ひょっとして何か気づいたことでもあるのか？ああ、まだ完全にはまとまってはいないけどね。先生、ありがとうございました。先生の情報のおかげで解決の糸口が見えた気がします。そうか、それは何だ。セルゲイ君には世話になっているし、君たちのことは個人的に応援している。また何かあったらいつでも訪ねてきてくれたまえ。それでどうするの？考えをまとめるんだったら支援課に戻りましょうか。そうだな。その前に他に片付けたい用事があるなら済ませておこう。俺が考えていることが事件の真相だったとしたら、かなり面倒なことになるはずだ。なんだかんだ言って自信があるみたいじゃねえか。そういうことならとっとと他の用事を済ませて支援課に戻るとするかね。はい、急いで片付けましょう。